ファンの皆さんにはこれが何の画像かもうお分かりのことと思いますが、これは今から10年前、ゲームキューブのタイトルとして発売されたゼルダの伝説、風のタクトの舞台となったタウラ島を Wii U で HD 画像化したものです。我々ゼルダチームは2011年の E3 で HD エクスペリエンスという Wii U のゼルダのデモを公開してから、さらにそのグラフィックを検討するために過去のシリーズタイトルをいくつか HD 化してみたのですが、タクトの場合は画質が良くなるという単純な変化ではなく、何か全く新しいものに生まれ変わったように感じました。本日この画像を皆さんにご覧いただいたのは、新作のゼルダを完成させるにはまだまだ時間がかかりそうなので、それが発売できるようになるまでの間に Wii U で生まれ変わった風のタクトを皆さんに遊んでいただけるように製品化することにしたというご報告をしたかったからなのです。 Wii U の風のタクト、新作同様楽しみにしていてください。